ここが地球の歩き方の編集部と聞いたんですが、はい、この人数であの世界中の地球の歩き方を作ってるんですか？そうなんです、はい、もちろん外部のスタッフ100名以上いるんですけれども、はい、その編集部は10名ちょっとで頑張ってます。基本的に1人1冊担当してまして、はい、大体年間で1人10冊ぐらい抱えることもあります。そしてですね、コロナ禍で地球の歩き方が更新されていなかったじゃないですか、はい、そうですね、まあ、海外のがなかなか出せなかった期間に、私知らなかったんですけど、はい、国内版も出版されてたんですね。はい、コロナ禍でその海外に行くのがちょっと難しい今だからこそ、こう日本のことをもっと知っていただきたいなっていう思いがあって、まあ、一家に一冊日本辞典となるべく制作を進めさせていただきました。私の趣味で作ったんじゃないかって誤解されてるんですけど、この47都道府県の美味しい酒がギュッと詰まったこのページが一番のお気に入りになってます。すごい。清水さん、それだけお酒がお好きということですね。はい、そうですね、ちょっとお酒好きが高じまして、山登りも好きなんですけど、はい、どうしても夜一杯やりたくて、わざわざ日本酒の瓶からペットボトルに中身を詰め替えて瓶のラベルをペットボトルにわざわざ貼り替えて雰囲気出してます。相当なお酒好きですね。まあ確かに瓶のままは持っていけないですもんね。そうですね、ちょっと重たいので、はい、なるべく軽くしたいっていうところから詰め替えるっていう方法を編み出しまして、でも雰囲気出したいからラベルも貼るっていう、これはあれですね、お酒好きな登山家の方は一押しの、はい、ぜひ方法ですね。よかったら皆さん。これは何ですか？はい、これは地球の歩き方とミステリーマガジンデッカムーのコラボ本になります。異世界の歩き方です。なるほど、これどういう本なんですか？そうですね、これはあの世界中の古代遺跡とか王冠とか不思議なものをですね、地球の歩き方とムー両方の視点から紹介するという本になります。例えばなんですけど、地球の歩き方でいうと、まあ、ピラミッドはあの昔の王様が作ったものになるんですけれども、うん、あのムー的視点で言えば宇宙人が関係しているんじゃないかですとかそういうちょっと変わった視点から紹介してるんですね。面白い。めくれば我々の現実の視点、はい、そうです、めくればムーの視点、はい、表と裏両方から紹介するというナスカの地上絵も載ってますね。はい、まあ、ナスカの地上絵がだいたいどういった時期にどういった文明の中で生まれたのかみたいな歴史的情報が書かれているんですけど、1ページめくりますと、ムー的にはナスカの地上絵はですね、もしかすると宇宙人が使っていた滑走路として使われていたのではないかと、はい、ムー的目線では見ている。そうですね、空から宇宙人の目線から見るとそこを目印に滑走路として使ったんじゃないかという説になりますね。はあ、ありそうですね。はい、ありえそうですね。手を合わせるような、はい、比較ができて。そうなんです、面白いですね。これはあの地球の歩き方の、今まで40年の知識やガイドブックに載せきれなかった情報をワンテーマで横串にした旅の図鑑シリーズというものになります。だって世界のすごい駅とか、はい、170の駅を紹介した一冊になります。すごい、あとすごいホテルとかも気になる。そうですね、本当にすごいロケーションのホテルがたくさんあるので、うん、いつか行ってみたいとか、まあ、ホテルをこう旅の目的地として行っていただくような一冊になってますね。あとなんかもっとこうマニアックなところに行くと、はい、世界の魅力的な奇岩、はい、と巨石、はい、139選、これはもう誰の熱量で作られたのだという。これは編集長のほぼ趣味ですね。
石が好き、岩が好き、岩や地層が大好きで、はい、ぜひやりたいっていうことで始まった企画なんです。意外に皆さんもご存知の奇岩絶景なんかもたくさん入っているので、眺めてるだけで旅に行きたくなるっていう一冊になってると思います。なんかこう好みとか熱量で生まれてるものもたくさんあるってことなんですね。そうですね、みんなであのアイデアを出し合って、うん、ボツになったものもたくさんあるんですけれども、はい、ボツになっちゃったの例えば世界の健康法、面白そう。そうですよね、うん、まあ、例えばフィンランドのサウナとかの、はい、いけるかなと思ってたんですけど、いろいろ調べてみるとなんかどれも怪しい民間療法みたいなのが多くて、なるほど、ちょっと本にまとめるには危険かなということで泣く泣く諦めた企画もすごく読んでみたいけど、そうですよね、興味本位で読んでみたいけどちょっと危険かなっていう。あとは世界のゴリラ。ゴリラ、はい、ゴリラってそんなにいるんですか、いろんな種類が。まあ、いるはいるんですけれども、野生のゴリラってほとんどがアフリカに集中して生息しているので、はい、世界のゴリラって言ってもほぼアフリカになっちゃうだろうっていうことで断念しました。あえていろんな動物がいる中でなんでゴリラになったんですか。世界一かっこいい動物なんじゃないかということで編集部で盛り上がったんですけれども、飲み会とかでアイデア出てます。そうですよね、ちょっとそんなノリで楽しそうアイデアを出し合っています。